ミコチは独特な英語を使うことで有名で、ファンの間ではエリートイングリッシュと呼ばれています。はい、あなたは蝶のように飛べますか？を英語で言おうとして、Are you butterfly? パタパタと言ったり、自由の女神のことをフリーダムレディと言ったり、水族館のことをウォーターフィッシュパークと言ったりして、うん、英語圏のファンたちを混乱の渦に叩き落としています。この言語センスは誰にも真似できないと思います。でも通じるよね。通じますよね。そうなんだよ、通じるんですよ。難しい。これはもう私も無理だからな。あ、苦手なんですか？苦手です。じゃあ、うん、自由の女神の場所に行きたいんですけど、うん、どうやって行くんですかみたいに、うん、その街のね、うん、まあ、外国の方に、うん、尋ねるときなんて言うんですか、コロちゃんは。え、it's go, I want to go, I want to go this. あれ、あ、見えてるから、大きいから。あ、見えなかったな。え、見えなかったら、うん、ジェスチャーでね、スッと手を挙げて、うん、あれ、これ似てるんじゃないか。It's me. あー、なるほどね。Look me ね、うん、いや、これちょっと同じ同じ匂いがするな。でも確かにね、スイちゃんもそうだけど、ミコチも配信が海外の方がいっぱい見てるからね。そうですね、ホロライブは結構海外のリスナーさんも多いですね、うん、覚えたら喜ぶかもね。いや、って思ってね、もう何年も経ってるよね。本当に。痛っ。